はい、どうもこんにちは。カネです。さあ、続きやっていきましょうか。前回はね、この怖いエンゲージの、この研究を今までずっとしてきたわけなんだけど、それをすることでね、自分たちの技術とかが全部アーカイブ化されて、残るということで、自分たちよりも、すごい人が現れるんじゃないかと。これ今やってる技術とかが、みんなの中で当たり前になっていくわけだからね。だから、自分なんていらなくなるんじゃないかなとかっていう、そういったちょっと、後ろめたいね、話がちょっとできちゃったわけなんだけど、で、彼なりにね、一応答えを出せたっぽいので、で、最後、最終部に向かうって感じですね。はい、ということで、彼のね、手助けをしようという感じですね。早速行きましょうか。接続完了。無事の帰還を祈っています。大丈夫。始めよれは、キースじゃって、あれか、ジークかな？とりあえず、雑魚やれってこよとなんで、やっていきましょうか。もう早速出てきましたね。さあ、今回は誰がお相手なのかな？お前かよ そういえばお前出てなかったね。俺の強みは武器と知識、技術、専門。なんか俺の力色からは、したらあれかな、通常こののじゃなく城て、の中、なんだっけ、必ず飴のハバキだっ独け、り持ちになる。そんな感じのやつだな。そこの矢が。怖いよな。子供の頃みたいな寂しい思いはもうしたくない。だけど先輩たちは、船のみんなは、過去を乗り越えて未来に進むんだ。俺だけが怖がって足踏みしていたら、結局またみんなと一緒にいられなくなる。この先で積み上げてきたものを失ったとしても、それ以上のものを俺は見つけてみせる。みんなの笑顔を動守るきた回めるの、おに前。どこまでも進んでいくって決めたんだ。そうだぞ、それでいいんだぞ。さあ、なんか話をしている中、戦っている中、ついにね、コアエンゲージができるようになりましたね。これがコアエンゲージ。そう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 。想像より何倍も強い力だ。使い切れるかわからないけど、でもやってやる。これだって俺が積み上げてきた、俺にしかない力のはずだ。そうだね。一応エンゲージは他の人にはないスキルになっているからね。こいつの話に戻るけど、多分こいつはあれだよね、なんか新しく追加された方のハバキですね、多分。すぐスタンとかしないんで。バキリはな、ちょっと昔はもうめちゃくちゃべらぼうに強いという噂だったよね。やっぱりこの瞬間移動するやつが。普通にこいつ強いよね。まさかこいつを持ってきたか。よーし、やっと終わったわ。マジ強え、こいつ。ほぼの全ての攻撃にスタンが入ってるのが強すぎる。やっとだっそれにしてたわ。もすごいな、コアエンゲージ。先輩の戦ってる時の感覚が一気に流れ込んできたよ。いや、でも待てよ、これだけの力そのままアーカイブ化したら結構まずいんじゃないか。どうした？お二人ともお疲れ様でした。これより切断シーケンスに移行しますね。もっと考えるのは後にしないと。ねえ先輩、どうした？ありがとう、一緒に戦ってくれて嬉しかったよ。それは俺もだ。いろいろありがとう先輩。おかげで官能領域のアーカイブ化について重要なことが分かったよ。最後言ってましたね。まず
先輩みたいに強力な戦闘力をアーカイブ化して、俺みたいに戦闘力の低いエイジにフィードバックしたとする。そうすると一時的に戦闘力は向上するんだけど、肉体にかかる負担が半端ないんだ。いや、もはやドーピングみたいな感じになってんな。迂闊に使うと体がついていかなくて自滅するかも。実用化の前に気づけて本当に良かったよ。これはもう重大なあれだよね、結果になりつつあったよね。ああ、今後はフィードバックする情報のレベルを調整したり、危険な情報はブロックしたりする必要も出てくる。コアエンゲージの技術を万全に利用するには精密な情報操作が不可欠みたいだね。やっぱり技術が必要だよ。それに気づけただけすげえよ。まだまだみんなの役に立てそうだね。とはいえ大量の知識をフィードバックしたとしても、それを処理する能力がなきゃ意味がない。大きな戦闘力を得てもそれを扱う実力が伴わなければ振り回されておしまいだ。結局全ては自分の力で積み上げた経験の上に成り立つ。ちょっと待てよ。それで締めちゃっていいのか。自分の力を一番使いこなせるのは自分だけってことみたいだね。この研究の根本をなんか否定するような感じになっちゃうけど大丈夫かそれ。けど俺はこうも考えてる。コアエンゲージは自分の知らない知識や技術を知る大きなきっかけになるはずなんだ。まあ、これを知って、まあ、またもっと自分を磨かなきゃならんなってことで、まあ、頑張ってくれればいいって感じなんだろうね。才能や役割に気づけず居場所を見つけられない人たちに可能性を示すことができるかもしれない。前に進もうとする人たちを導いてあげられる力なんじゃないかって。そう考えたらなんだかワクワクしてきちゃってさ。あんなに悩んでたのに今はこの技術を一刻も早く完成させたい気持ちでいっぱいなんだ。いやー、キースらしいよ。うん、自分の手がけたもので人を笑顔にしたい。やっぱり俺は根っからの技術者みたいだ。今後も先輩にはいろいろ負担をかけると思うけど、俺も必ず力になるからさ。いや、こちらこそよろしくだぜ。これからもよろしく。俺世界一頼もしいメカニックになってみせるよ。いやー、期待してますよ。さあ、一方ワインの方はって感じだけど。おい、少しいいか。おい、ユーゴどうした。話したいことがある。久々に話すな。おキース、さっき話したばっかりけど。今日ハウンド宛に一通の匿名メールが届いた。お、キースにも調べてもらっているが、今のところ差出人は特定できていない。経路が偽装されている上にかなり強力な暗号化が施されてるからね。まあ、それはいいんだけど、まあ、内容よ内容。ここまでやれるのはグレイプニルかバランクラスの港くらいしか考えられないんだけど。だが問題なのはそのメールの中身だ。こいつを見てくれ。なんすか。お、あ、これはもう完全にバランだな。これは完全にバランですね。ああ、届いたのはこの写真と、あのバランのあいつでしょ、ちょっと名前忘れちゃったけど、厄災の三賢者の一人であるソーマシックザールに関する経歴データ。そしてそのソーマシックザールとアインの関連性を示唆する資料だ。まあ、こちら側としてはもうそれはね、まあ、知ってるっていうか、まあ知ってるって言い方あれだけど、まあそうじゃねっていう話ではあったからね。うん、要するに差出人は二人が同一人物だって言いたいんだろうよ。アインは極めて優秀な科学者だ。思えば符合する部分がないわけじゃない。俺も
まさかと思ってアインさんの経歴をくまなく調べてみたんだ。何も出ないはずだよ確かに。結果的には不審な点はどこにも見当たらなかった。厄災前後で何のデータの欠落もなく、逆に不自然なくらいに。もしアインに何らかの思惑があって身分を装っているのだとしたら、俺たちの身に危険が及ぶようなことは避けなければならない。考えたくはないがな。まあね、今そのアインとね、いろいろとやってるからね、共同作業みたいなのね、まあ、俺たちにも危害が及ぶ可能性はなきにしもあらずと、まあ、情報の信憑性は低い上にただのいたずらって可能性も十分にある。ダスティ・ミラーとの関係性を崩すことが目的だとすると、ここで俺たちが浮き足だったら相手の思うツボだ。おお、しっかり考えてますね。うん、そうだね。モヤモヤし続けるのも気持ち悪いし、引き続き調べてみるよ。その結果ただのいたずらだってことが判明すれば何の問題もないわけだしね。そうだな。ああそうだな。この件は一旦お前たちの中で閉じておいてくれ。不必要にことを荒立てたくない。お互い何か分かったら報告しよう。いいな。まあ、ここでね、騒ぎをしないあたり、さすがユーゴって感じですね。さあ、まずキースの話なんだけど、まあ無事ね、ちゃんとそういったものは物色されて、まあ前に向かって進んでくれてるようなんで、まあよしという感じですね。まさか今回のデータにあたっていろいろとまたね、欠陥な部分が出てきてるたっぽいなんて、まあちゃんとその辺にはね、その辺はちゃんとキースには頑張って、やってもらいたいとこですね。それくらいしか言えねえわ。技術的な面には何の話もできないから、わかんないからね。で、ここに悠々とアインが立ってるわけなんだけど、まあついに、まあ俺とユーゴと、まあそしてキースは、一応まあ、アインとソーマが同一人物なんじゃないかという情報を手に入れてしまったわけなんだけど、まあ一応ね、ユーゴはね、ああ言ったけど、まあ必ずね、今後ちょっといろいろとその展開が入ってくると思うんだよね。まあ最後のね、過去との開口編の、まあ、アイン編で、まあその辺あたりがおそらく語られるでしょうと。まあちょっとどうなるかはわかんないけど、まあ間違いなく俺たち全員に多分、俺はソーマっていうやつだよっていうのを多分バラすとは思うんだけどね。うん。はい、といった感じで、次回は、過去との開口編、まあソーマ編じゃねえわ、アイン編。まあ、一応最後という感じになりますね。いやーまあ、ようやく、ここまでね、長くやってきて、まあようやく、まあ一応終えられるという感じであって、まあちょっとまあ感激っていう、まあまだ終わってないんだけどね。まだ終わってないんだけど、まあそういった気持ちがあるよねっていう、うん、そういうことですね。はい、ということでね、まあとりあえず、キースが無事終わったということで、まあ次回からまた新しい荒紙とか、あと、なんだっけ、ハンドへの挑戦状のミッションをやっていくって感じですね。はい、といった感じで、今回はこれで終わります。さよなら。